バンタム級最強王者を決める戦い。2012年初代王者決定トーナメントから始まったブラジャンバンタム級。過去5人の王者が誕生し、数々のドラマが生まれた。そして2020年9月6人目の王者が今日決まる。仕事してたんですけど、まあ、仕事もきっぱりやめて、ついに来たんだって。強さを追い求め、全てをかけて挑む男、伊藤空也。プロデビュー以降はワードックケージファイト、2016年からはグラチャンを主戦場とし、得意の打撃を武器に勝利を積み重ねてきた。さらなる強さを求めて去年仕事も辞め、長野から単身上京。名門ブレイブジムの門を叩いた伊藤。グラチャンで6連勝中の実績が評価され、念願のタイトル戦にこぎつけた。対するは関西屈指のストライカー、シアン。僕を知らない人が僕見てもすげえなって言ってもらえる試合はできる自信あるんで。2013年のプロデビュー以降、パンクラス、ディープなどで活躍。破壊力抜群の打撃で実績を積み上げてきた。去年12月グラチャンに初参戦。その初戦で元ゼストフライ級暫定王者坂巻海斗打撃で圧倒。1ラウンド TKO で初戦を飾った。もともと海斗ともやっぱ練習する機会はあったので、その海斗がここまで打撃で圧倒されるんだって思った時はちょっと衝撃でしたね。やっぱタイトルマッチって聞いた時、もう間違いの外ではシアン選手で不足はないなっていうのはもうずっと思ってましたね。まあ、体も大きいですし、一発でやられる可能性もありますし、逆に、ね、一発にかけることはできると思うので、トータルでは僕の方が絶対上だと思うので。団体の垣根を越え、最高峰のストライカー同士が激突。第8試合 WOO イースト株式会社プレゼンツ、グラチャンバンタム級王座決定戦、5分3ラウンド、伊藤空也 VS シアン。